俺は今世紀最大の大悪党だ。こんな刑務所、さっさと脱獄してやる。レインボーな刑務所から脱獄。はっはっはっは。マイちゃん。テルちゃん、テルちゃん、なんだい？僕たちついに捕まっちゃったようだね。ようまいな、テルト。はい、どうも皆さん、こんにちは。マヒトです。せーの、マイテルでーす。イェーイ、ふぅ。まあ、ということでですね。うん。今回はこんなカラフルなね、レインボーな刑務所に捕まってしまいました。いや、マイちゃん、どんな悪さしちゃったんすか？いやいやいや、さすがにうまい棒、まずい棒って言ったのはね、あんな軽いやつじゃないっすよ、僕。あ、ほんと？ちなみに僕やったやつはですね。何やったんすか？テルト君に黙って、他のメンバーと焼き鳥行ったことかな。何それ？じゃあ僕言っちゃっていいっすか？なんすか？うん、実を言うと、マヒちゃんの雪見大福を1個もらった。おい、だからなくなったからさ、あのさ、ポテトチップスならいいよ。雪見大福の1個はでかいから、もう半分なのよ、もう。わかる。雪見大福の1個は命より重い。命より重いからね。じゃあちょっとマヒちゃん、早速脱獄していこうよ。でも脱獄できるのこれ。こんな簡単に。いや、もう任せちゃってくださいよ、僕に。あ、待って、天井に何かあるよ。はい。え、ほんとだ。木の斧がある。うわー、ナイス。なんか板だったら壊せるらしい。え、これを？これなんか怪しくない？これっぽい、これっぽい。お、これだ。おー、できた、できた。イェーイ。おー、ナイス。隣の部屋。だ、ごちゃん。ボロンも捕まったっぽいね。あ、マイちゃん、見て、開いてる。開いてるね。ラッキー。ナイス。ナイス。探索するか。見て、マジちゃん。ここ開いてる。あ、ほんとだ、ほんとだ。入るよ。大丈夫？なんかいない？チェストありますよ。おー。キーだって。鍵か。どこに使うんだろうね。ね、オレンジの羊毛につけられるらしい。ほうほうほう。あ、オレンジの羊毛あった。これじゃない？ほんとそれじゃん。ほい。ナイス。三郎？サブロー？サブローね、サブロー。三郎じゃなかった、サブローだった。ここもなんか開いてる。ほんとだ。コード記入だって。今度はね、5桁の暗号らしい、どうやら。なんなんだろうな。まあ、てるちゃん、そんな中、ピンと来てしまいました。ない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 、言って。いいっすか？まあ、じゃあ、この上のブロックを見てください。はい。これ5個ありますね。うん、うん。で、この黄色いブロックをサブローがつけてるということは、ことはことは？つまり黄色は3だよ。確かに。テルさん頭冴えてんな。素晴らしいな。今日なんか冴えてるね。うん、素晴らしいっすね。待って、こっちにさ、開けられるとこいっぱいあんじゃん。ここもそうだ。ほい。おー。あ？ん？またいるよ。これ一郎だ。ほんとだ。赤が1みたい。え、なんか出てきた。お？おー。おー。アスレチックだ。ほんとだ。これすぐ行くってことか。ああ、これちょっと難しいやつだよ。これ難しいね。これむずいよ、マシちゃん。僕が行きます。ああああよーし。マジかよ。マシちゃん頑張ったよ。またこのパターンかよ。いつもじゃん、これ。マシちゃん頑張ったよ。応援してるよ。ああマシちゃん頑張って頑張って。なあ5時間後。もう5時間ぐらいやってるんですけど、てつさん、もう勘弁してもらっていいっすか？もう。じゃあもう、てつさん押しちゃうね、ボタン。お願いします。おー。よう、金庫開いた、うん。先にお宝だけゲットして。ねえ、なんでよ。おー。ちなみに、金庫の中には、矢が2個あった。はい。ってことは、弓が必要になってきそうだね、これ。そうだね。え、つまりあれじゃない？さっき言ってたさ、5つの的を射抜けっていうので、弓を見つけて、5つの的を射抜くんじゃない？あ、ここも開けられるみたい。お、ナイス。二郎が青いやつ。二郎ね。そう、二郎、二郎。え、ってことは、一人だけね、いないやつがいるの。お、確かに。え、じゃあこれで分かったじゃん。分かったよ、舞ちゃん。つまり、4312。4312ね。いくよ。うん。4312。入れまーす。ぽい。お願いします。おお。おお。マジ後ろ後ろ。おお、本当だ。開いてる開いてる。お宝。あ、弓があるマイちゃん。矢1本入れとくね。ありがとう。あ、待ってマイちゃん。
今ガラスから見えたんだけどさ、うん、ここの穴まとわるよ。お、ほらナイス。はい、ってことは各部屋に的があったりする。あ、待って、的見つけちゃいました。どこ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 。僕の真上にあります。見て、ほんとだ。どっちが先に打てるか勝負。おいおいおい、外れていく。ふい、ナイスナイス。今見た？ん、向かい側に的が現れたようだって書いてあったよ。ほんと？待って、まちゃん、しかもね、ここね、ん、開けられるの、ここ。ん、はじめの木の斧で開けられる。もしかしたらここに的があるかもしれない。あった、一番奥に。あった、ほんとだ、あるある。こっからおほい、よーし、二つ目、三つ目か。ナイス、あった。おー、ナイス。ほい、あと一つ。生えてますね、今日。生えてますよ、てるちゃん。あ、ましたこれ押すと出てくるんだ、そこに。ほんとだ。ほいほいほい。まいちゃん出して、早く的。はい、ずるい。よーし、ほい、めちゅー。お、ここ開いたよ。開いた開いた。お、オレンジのコンクリート、一番奥のやつだ。お、行こう行こう行こう、急ごう。脱獄脱獄。よし、お願いします。なんかや、ポチッ。エレベーターだ。なんかボタンがある。ポチッ。本棚に通路が現れた。おお、消えちゃった。ちょ、僕が押してあげるよ。オッケー、ありがとう。おい、お、新しい鍵ゲットした。お、ナイス。いいね。ピンクの羊毛につけれるらしいから。うんうん、ここじゃない、ここだね。うん、はい。おお、なんかさっきと似たような感じの。なんだなんだ、迷路かこれ。なんだなんだこれ。早く行かないと、やばい。やばいやばい、早く早く早く、落ちちゃう。早く早く。よーし。またこのパターン。僕だけだから。まいちゃんもう開けちゃったよ、金庫。あ、これ、金ブロックにおける木のボタンらしいんだけどさ。あ、うん、ここだ、ここ。おぉ、行けよー。うん。ポチ。あ。ん？意味ないぞ。意味ないぞ。もう一つ。もう一つ必要なんじゃない？探しに行こう。うん、ピンクの羊毛、もう一つ。あ、あ、これ違うな、こっちか。お、開いた開いた。お、ポチッ、行くぞー。よーし、来たー。うん、ありがとうね。いやいや、お、また木のブロックだから、さっきの鉄ブロックに置けばいいんだ。金ブロック押しに行くか。行くよー。うん、ポチッ。おお、来た。ナイス。桃色のコンクリートパウダーにつけれる鍵だ。おお、鍵がいっぱいあるな。ねえ、あ、ここそうじゃない。お、やっちゃってよ。ポチッ。おお、なんか下とつながってる。え、ここ開かなかった部屋だ。ほんとだ。あ、だけどなんもないぞ。数字が出現したようだ、だって。あ、ほんとだ、こっち見て、壁。あ、9って書いてある。うん、なんか嫌な予感してきたんだけど、これ登らなきゃいけない感じ、もしかして。わかんない。よーし。まちゃん大丈夫と？うざい。あいいよいいよ。よし。あ、いけるいける。落ちないでね。まちゃん頑張って。はい。ラスト。よーしか。こっちに飛べばいいの？適当に走りジャンプ。はい。ナイス。ナイス。頑張ったね。頑張ったよ。さあ、次ここもそうだね。なんか、あ、コード記入する2桁だ、今度。なんこれ。ほにゃらら足すほにゃららイコールとかかけるとか書いてあるね。ほんとだ。この木のブロックがどうやら関係してそうだけど。うん。もう鍵持ってないの？鍵一つだけ持ってる。お、ここじゃないじゃん。お、オッケー。ガチャ。お、おー。え、茶色が3で、薄い茶色が9だったよね。そうだね。ってことは、え、これ数字足んなくない？計算するのかな？茶色が3で、うん、待って、Q の色何色だったっけ、あれ。Q が普通のブロックだ。ってことは、左上が Q。うん。9×イコール、ほにゃららはほにゃららになる。え、難しくない？で、ほにゃらら足す3が、ほにゃららになる。そこあれだよね。Q だから、3×3 だ、一番下。3×3 は、9にしたらいいってことね。
そう。で、ここが9だから、この白が3になって、うん、9×3 は27。27足す3は30だから30かな、多分。お、てるちゃん冴えてるね。冴えてるとだよ。いけるか？いけるかいけるか、頼むよ。いきまーす。ほい。信じてるからね。来たー！ふぅー！ナイス！おー、びっくりした。え、待って。マジでこの中見て。お、出口の鍵。やったー！よー、知ってるさ、だけ先出ちゃおう。待って、一緒に出よう。待ちなさい。いいよ。一緒に脱獄しよう。脱獄しよう。よしよしよし。まーちゃん、一足せんだ、走るぞ。オッケーオッケー。じゃあ入れるよ。スリートワン。ほい。一番早く、一番早く。待ってよ、ねえ。一番早く。はーい。それで君はどうしたんだい？なんかいる。そこから脱獄したんだよ。そのレインボーな刑務所から。え？なんでバレてんだ？夢の中の僕はとっても元気なんだ。何？怖くない？現実とはまるで違う別人だ。いや、現実の君もきっと元気になる。今はただ治療を続けるしかない。わかってる。何？マイちゃん。怖い。なんか怖い。怖い。ここでの暮らしは退屈かいって言われた。どういうこと？夢の中だったってこと？レインボーの脱獄が。じゃあ脱獄できてないってこと？どういうこと？ちょっと耐えられない。まだ。ああ。まひちゃん。何？僕たち一生ここで生活することになっちゃったみたい。本当じゃん。うん。無理。じゃあまひちゃん、僕はもう現実逃避して寝るから。うん、おやすみー。おやすみー。やだ、痛い痛い痛い。